指名してください。どうも、はじめまして、青空です。はじめましてかな、見てる人は。どんな女の子？裏表はないって言ったら嘘になると思いますけど、嘘が好きなんで嘘つくの好きなんで。いや、みんな嘘ついて生きてるんでしょ。みんな何かしらそういう感じです。同じだよ、空も人間だもの。しんどいこと、なんか寝て起きたら忘れちゃうんですよね。疲れて疲れて疲れすぎて寝れないとき。疲れすぎてると寝れないですよね。休みになるとダメ人間になるので、昼の4時とかに起きます。もうすでに昼じゃないっていうね。あ、そう、ダメ人間です。料理は米炊いてます。ちゃんじゃちゃんじゃ美味しいんですよ。もうお酒のおつまみなんですけどね。基本好きな食べ物はひき肉です。よっ、ひき肉好きがお子ちゃまっていうのはちょっと心外なんですけど、なんでひき肉好きはお子ちゃまなんですか？説明してください。大人好きじゃないですか。みんな好きでしょ、ひき肉。みんな絶対好きだと思うんですよ。ハンバーグ嫌いな人いないじゃないですか。つくねもみんな好きでしょ。もうひき肉はもう語れますよ。ひき肉好き集まれって言ってね。でもなんか何の肉でもいいから別にこだわりはないんで、ひき肉だったら何でもいいです。ジャージャンとかね、麻婆豆腐とかね。青い空は安い女です。超美しいです。こうなります、狭い、超狭い、こんなですよ。あの、本当何、馬の競走馬のここみたいな、これ。多分私男をダメにするタイプなんじゃないかなって思います。そう、調子乗らせちゃうんだと思います。お前は俺のこと好きだもんみたいになっちゃうんですよ、絶対。で、ダメだなと思っててもね、なんかどうしようもないですよね。そう、なんか、あ、真面目だね、あ、ないですって言っちゃえばいいんだ、これ。あ、すごいね、ないですって言っちゃいけないっていう選択肢がないんです、私。わかんないですっていう答えに逃げたくないって思うことですかね。ほんとだね、真面目。青い空は真面目です。そんなんです、私、そんなんです。噛んだ最後。バイバーイ、まったねー。適当に頑張れ、正直に生きています。